ウォッチモジャジャパンへようこそ。今日はドライブレコーダーで撮影された最も不気味なものトップ10をご紹介します。 What's going on? Even watching it again, cops are unable to make sense of it. このランキングでは運転中の奇妙な出来事や気がかりな出来事に焦点を当てています。あなたは運転中に不気味なものを見たことがありますか？第10位、車に向かって叫ぶフードをかぶった男。2015年5月、オーストラリアシドニーの暗い道を運転していた男性が駐車しているトラックに遭遇。フードをかぶった男が近づいてくるのでスピードを落とします。その男は窓に向かって叫び出します。ドライバーは恐怖の中でスピードを上げて去っていきました。ニューカッスルヘラルド紙によると、後続車を運転していたドライバーの妻もフード付きの男に声をかけられたといいます。匿名の女性は同志に対し、この男の前を通り過ぎた時に彼は私たちのドアに突進してきたと語っています。警察は男がトラックの中で寝ているのを発見。彼は覚醒剤所持で起訴されました。第9位、倒れる木。続いてオーストラリアの木も人を襲いたがっているようです。この映像は2014年12月29日にオーストラリアのビクトリア州で撮影されたもの。この時暴風雨に見舞われており、フロントガラスにいくつかの破片が当たっていました。その後、車の目の前に木が1本丸ごと倒れ、続いて数本の木が倒れています。自然が無慈悲で予測不可能なことを示す恐ろしい映像です。もしこの車がもう少し速く走っていたら、あるいはもう少し早くドライブを始めていたら、彼らは倒れる木に押しつぶされていたでしょう。第8位、大雲。雲が嫌いな人は多いです。巨大な雲があなたの後ろに忍び寄るのを想像してみてください。この映像を見ればそれがどんなものなのか一目瞭然。テキサス州の警察官が交通違反の取り締まりを終えてパトカーに戻ると、後ろの道路に巨大な雲がうごめいているのが見えます。この映像には少しマジックがあります。突然変異した巨大な雲が警察官に忍び寄ったのではなく、普通の雲がフロントガラスを張っていて目の錯覚を起こしたのです。突然変異を起こした雲じゃなくてよかったですね。それでもこれはとても不気味な映像になっています。We just need to add some music with that. Dun, 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 dun. Spider from outer space. Yeah, exactly. 第7位、台湾の岩石崩壊。倒れる木の映像に驚かなかった人でもこれには驚くでしょう。台湾の道路を走行中、落下してきた岩石が前の車を押しつぶす寸前の恐ろしい瞬間が撮影されました。上の山腹から巨石が爆発したのです。重い土が前の白い車に降りかかり、コースを外れてしまいます。瓦礫がなくなると300トン近い巨石が車のすぐそばでぐらついているのが見えます。巨大な岩、急な坂道、雨は相入れないことが分かりますね。まるで災害映画のような恐ろしい光景です。第6位、雷。2014年6月11日、オーストラリアのミッチ・ベイカーという男性が夕方の雷雨の中で運転していました。ベイカー氏は車を止め、ヘッドライトで目の前の草むらを照らしています。彼が運転を始めた直後、稲妻が彼の車に落ち、鮮やかな閃光が。閃光と同時に車のボンネットに何かが叩きつけられたような、どこか空虚な金属音が響きます。幸いベイカー氏は無事で、被害はブレーキディスクが歪んだだけでした。その場を立ち去った後もベイカー氏は震えながら幸運を感じていたようです。第5位、嵐を逃れた家族。吹き荒れる風に暗い空、そして高まる恐怖には毎回旋律を覚えます。2020年8月、ドライバーはアイオワ州のグライムスに車を走らせましたが、気がつくと異常な暴風雨の真っ只中に。嵐に気づき、母親は近くの店に向かいます。駐車場に着くと、彼女は子供たちにとにかく走ってと言い、車から急いで降ろします。狂ったような風の中、最後の子供が転んでしまい、母親に助けてもらうことに。幸いなことに彼らは全員無事でした。
見ているだけで息が切れてきます。第4位、ゴーストカー。 This mysterious driver tricks cops into thinking he's about to pull over. Then all hell breaks loose. 幽霊を見たと誓う人もいるでしょう。しかし、ゴーストカーはどうでしょうか。これは決して珍しい現象ではありません。ロシアでは交通量の多い交差点の真ん中でどこからともなく現れたような車を撮影した人がいます。このゴーストカーの映像で最も有名なのは警察のドライブレコーダーの映像でしょう。追跡中、ドライバーは車を回転させ、パトカーを追い越した後、空中に消えていくように見えます。For a moment, it appears as if the driver and his car had disappeared into thin air. 車は金属製のフェンスを突き破っているのに、フェンスは無傷。赤いテールランプは暗闇の中に消えていきました。Even watching it again, cops are unable to make sense of it. All they see is an intact fence and nothing more than the vanishing taillights of what the Garden City PD has come to call the ghost car. 第3位、不気味な道路封鎖。深夜のニュージャージーターンパイクでイワン・トゥクティンという男性は不気味な光景に遭遇。彼の目の前には2つのロードコーン、黒い車、そしてジーンズを履いた男性がいました。コーンと車ははっきりと映っていますが、男の姿は青いジーンズと歩いてくる姿しか映っていません。What's going on? Can I help you with something? 相当不気味ですが、トゥクティンはロードコーンの間を縫って走り去っていきました。警察は比較的無害な理由があると考えています。警察の調べによると、彼らの車は高速道路でガス欠になり、男が助けを求めるために誤って交通コーンを置いたとのことでした。Because of his quick thinking, Tuckton considers himself very lucky. It's scary to think that's the world we live in today. 第2位、ピエロ。2016年は奇妙な年でした。人々がピエロの格好をして罪のない人々を恐怖に陥れるようになりました。ご覧の通り、さまざまなピエロの目撃情報がドライブレコーダーに収められました。2016年10月には道路脇に立つ2体の不気味なピエロがパトカーに発見されます。イギリスのヨークシャー州ではさらに不気味なことが。ドライブ中のある家族は暗い道でピエロを発見しました。そのピエロは車に向かって手を振り走ってきます。その後ピエロが引かれそうになったことからも分かるように、今までで一番不気味で一番危険ないたずらです。1位の発表の前にチャンネルを登録して通知設定を忘れずに、最新の動画を見逃さないでください。定期のビデオや全てのビデオについて通知を受けることもできます。第1位、チェリャビンスクの流星。The images look like something out of a movie. A tiny asteroid tearing through space at a speed of 33,000 miles per hour before streaking across southern Russia. ドライブレコーダーで撮影されたものの中で最も不気味で人気があるものはチェリャビンスクの流星でしょう。この流星は2013年2月15日の朝、ロシアのチェリャビンスク州の上空を通過して爆発しました。周辺のドライブレコーダーも同じものを映しています。And then all hell broke loose. Dizzying explosions, shattering windows, knocking these office workers to the ground. 場合によっては流星が周囲を照らし、一時的に夕暮れが昼間に変わることもありました。まるでアルマゲドンのような光景ですが、被害は比較的小さく、負傷者は1500人、死亡者は0人でした。広島の原爆の33倍もの威力を持つ流星であれば、もっとひどいことになっていたかもしれません。Scientists say the meteor shower was not related to an asteroid that will fly dangerously close to Earth today, but one estimate suggested this meteor was big, perhaps tens of tons. いかがでしたか？感想はコメントで。また今流れている曲が気に入った方は、ぜひこの曲のミュージックビデオをご覧になってください。